サウナ東北支部リポーターの松由香です。私は今山形県の鶴岡市というところに来ております。で本日紹介するサウナはこちら、水田テラスというところです。前にある緑のところ、ここ全部田んぼなんですよ。田んぼの中に浮いているような、なんかこうちょっと幻想的な施設になっております。で今回紹介するサウナの注目ポイントは、なんと我ら&サウナの整親方がアドバイザーとしてサウナに関わっているということで、もう私も今期待値爆上がりでございます。その整親方からメッセージを私いただいてしまったので読みたいと思います。牧田さんへ、アンドサウナ頑張っていますね。ありがとうございます。今回の水田テラスのサウナは、世界的建築家でデザイナーのバン・シゲルが設計したサウナ。私も少しサウナアドバイザーとして携わりました。注目ポイントはやはり建築家でデザイナーの方が携わった点です。おそらくサウナの設計に建築家が携わったのは日本初じゃないかと思いますが、そうです。サウナはね、こう見た目もやっぱりこう目を安らぐのも大事って言ってましたもんね。ということで早速行きたいと思います。辛い、辛すぎません？私だけのほらお城ができるわけですよ。最高じゃないこれ。とにかくこのまず目に入ってくる田んぼがすごいもう綺麗ですよね。なんかこう一個一個がすごいんですよ。やっぱりこう世界的建築デザイナーの方がデザインしているだけやっぱありますよね。中に入ってきました。もう入った途端まずもう木の香り、もう新築のお家みたいな、もう木の香りがふわっとすっごい。フロントですね。待ってくださいよ。なんかこの洗練されたデザインっていうか、こう無駄がないデザインっていうか、いやーすごいな。ソファーにしてもこう壁にしてもすごい、ね、見ているだけで面白いです。さあということで早速サウナに行きたいと思います。今回行くのは月泊の湯っていう名前です。もう なんていうんですか、デザインおしゃれすぎません？あ、でも暑いから気持ちいいですね。さあサウナに行く前に先に露天風呂に行きたいと思います。露天風呂も景色絶対いいに決まってるじゃないですか。え、どういうことこれ。え、私あれ これですよね。私これかと思った。ここ水田ですよね。さすが水田テラス。あー気持ちいい。暑いので一旦ここで休憩します。温度は大体43度ぐらいだそうです。なんかこのよく海とこう同じ高さとかいう温泉ってあるじゃないですか。水田と同じ高さってありますか？いやないですよね、きっとここだけですよね。もうここ露天風呂で、ここすぐサウナなんですよね。近いっていいですよね、このあちあちのまま行けるから。熱々熱々。デザイン、木があるだけで一気に落ち着きますよね。小窓から水田が見れるわけなんですね。わあいいな。このサウナの温度はだいたい82度から85度の間で設定されているみたいなんですけども、結構ね、私個人的には結構入りやすい温度だなって思います。ヒバのオイルが入っているそうです。ちょっとヒノキの香りに似ているような香りだそうです。
こちらいきますよ、はい、いきます。いい音、いい音聞いてくださいね。そして香りが、確かにヒノキよりはちょっと、なんだろう、甘い香りがするような気がします。リラックス効果絶大ですね。そしてこのやっぱりこの私の大好きなこのアチアチ感ですよ。え、ここ座ってみてもいいですか。このロウリュ大好きの人専用のお椅子。私が好きかもしれない。この壁、このそもそもこのパネルの木が山形県産のサクランボとかあとラフランスの木で作られている木のパネルで、ロウリュをするとその蒸気によってこうふわっと香りが香ってくるっていうロウリュもできるそうなんですよ。整え親方は雨が降った後に太陽が出てきた時の香りと言っているんですけども、確かにそんな感じがこうちょっとみずみずしいというか、自然のいい香りがしますね。で、実はこのサウナの中って本来あるはずの温度計だったりとか、あとこの12分計っていうのがないんですけど、まあ、それは親方が時間にとらわれずこの自分の心と体でこう時間をね楽しんでほしいということなんだそうですよ。わかります、親方、そうですよね。やっぱりこう自分の体とね向き合って楽しむのがサウナですよね。わかります、親方、私も楽しんでいます。よし、水風呂の前に大事なのかけるしかね、もう私、もう信じられないから汗かいてますから。もうすごい、足元もね、しっかりあるはずですよ。いや、もう何回見ても景色がいい。こっちですよね、私こっち入りたかったんですよ。え、太陽ですね、私。おー、行きますよ、ちょっと足からね。あ、気持ちいい。今日みたいに暑い日だ、最高。行きますよ、せーの。これ、温度多分冷たいですよね、めっちゃめちゃくちゃ冷たいですよね。でも、ちょっとだけ引きます。なるほど、もう、13度結構寒じゃないですか。正直、この入る瞬間、過去一辛いです。でも、その先の気持ちよさ、半端ないですね。やっぱり整え親方がアドバイスしたサウナってだけあって、やっぱりこの温泉入ってサウナに入ってで水風呂に入って休んでっていうこの距離感ももう抜群だし、もうさすが親方だなっていう感じですね。もうしっかり親方の粋な計らいを存分に楽しませてもらいました。ありがとうございます、親方。さっきは月白の湯っていうところに行ったんですけど、今回は亜麻色の湯っていう中のサウナに行きたいと思います。なんかもうほら雰囲気全然違うんですよ。さっきは割とこうこじんまりとした感じでしたけど、今回はこうタイルもねこうなオーロラがギザギザ光ってたりとか、お風呂もめちゃめちゃ広いし全然違うんですね。いや、広々、さっきのお風呂よりも広々としてていいですね。景色がまたちょっと違う感じですね。なんと山々が綺麗に見えますね。庄内の山並み、こう山脈がこうパーって連なってて、今日天気いいのですっごい綺麗に見えます。温度も43度ぐらいだそうです。この温度ちょっと気持ちよく感じてきました。Yeah,
違う、ほら、ってほら、ローレのところも六角形だし。豆腐構造、そう、形面白いですよね。ちょっと厚さをより感じるような気はします。こう全然下段にいるのにかなりこう熱がバーッと来てますね。不思議、これが斜め構造の効果ですか。これ好きな位置に動かしていいんですか。そうです。っていうことはまさかのもうこういうことじゃないですか。こういうことですよね。私だけのほらお城ができるわけですよ。最高じゃないこれ。この辺にしときますか。なんて言ったってこの音ですよね、ローレの醍醐味って。はー、気持ちいい。この香り好きかもしれないです。で、先ほどのサウナ同様、温度はだいたい82度から85度で設定をされているんです。まあ、さっきのサウナ同様、ここにも温度計とかあと12分計がないので、まあ、さっきのサウナよりかはこうより一層ね、自分と向き合ってこう自分なりのね、サウナの楽しみ方ができるんだと思います。もうさすがです、親方、尊敬します。頭が上がりません。ありがとうございます。楽しんでます。でもあれ、冗談もめちゃくちゃ暑いのも暑いんですけど、あの景色が見えなくなっちゃった。集中できます。やっぱりこう目の前が本当に木と、まあ、こうデザインされた六角形の枠組みと本当にこうシンプルなものが並んでいるだけなので、整え親方が言っていたのが、世界的有名な方がデザインをしたというわけなんですけども、まあ、サウナってね、暑くて、まあ、辛いみたいなのもあると思うんですけども、もうサウナは苦しいじゃなくて美しい、今はもうそういう時代なんですよ。よし、水風呂入るぞ。前にね、シャワーでね、ここにそしてシャワーがあるの、優秀すぎません。あっちにシャワーあるのにこっちにもシャワーあるんですよ。親方、親方、なんて粋な、あ、待って、なんて粋な計らいを、あとね、あ、あ、OK、はい、流した。そして体を拭く。よし、サウナ入ってシャワーがあって、この水風呂の距離感ですよ。またまた、もう近すぎません、親方。もうこれ私どれだけ整えばいいんですか。もう全部策略なんでしょうね、きっと。親方な、コロコロ、よし、いきますよ、水風呂。そうね、ちゃっちゃった以上。あ、なんだここは。でもちょっといい感じなんだよね。よし、いきますよ。あ、でもさっきよりもいい感じですよ。なんだかあの六角形落ち着いてきました。なんかこう閉塞感があるわけでもないし、落ち着くこのサイズ感、いい感じすぎません。サウナ専用の水風呂ってこういうことですか、親方。最高です。もう移動してないんですよ私。そう、気づいちゃったんですけど、もう私もう半径多分5メートルぐらい、5メートルも動いてない、全然動いてない。休めるところも外気浴もここですもん、だってここだもん、だってほら10歩、10歩しか歩いてない。あー、あー、これだー、気持ちいい。やっぱりこの距離感ですね、大事なのは。もうこのちょっとフラフラってだってじわってなってるところでもうすぐにシュッて。ここはちゃんとね、しっかりこう屋根もあって割とこう日陰が多い場所なんですね。あ、でもこのちょっと足先あったまる感じも嬉しいかもしれない。でも本当にどちらのサウナもしっかり個性があって、それぞれの良さがギュッと詰まっているんですね。ぜひ両方ともサウナ楽しんでいただきたいですね。そして我らが整え親方と、あとはね、有名なデザイナーさんのもう心意気ももう存分に楽しめました。本当にありがとうございます。さあ、サウナで整ってきたところで寂しに
行きたいと思います。ちなみにこの施設にはライブラリーっていうちょっとねのんびりできるところもあって、なんと本が2000冊もあるそうなんですよ。なのでサウナの後にはそのライブラリーでのんびりするなんかもいいですよね。さあということでサ飯行きましょう。今回のサ飯はこちらです。結構豪華すぎませんか。彩りといい、食材といい、お肉だったりとかお魚だったりとか、ほとんどの食材は山形県内で作られた食材なんだそうですよ。私はこのサザエ、庄内浜産サザエをいただきたいと思います。いただきます。あ、おいしい。すごいこう濃厚な味付けがされています。なんか本当にご飯が進みそうな。で次はこのイカが乗っているプロヴァンス風の何かを食べてみたいと思います。いきます。うん、トマトソースですね。イカのコリコリ感も最高です。歯ごたえめっちゃいいですよこれ。わあ、おしゃれな味だ。おいしい、めちゃめちゃおいしい。ちなみにこれは山形の場合ですよ。今私は山形を感じているので自然とね、手がね、山形、そして牧田優香の場合よろしくお願いします。では私がもう待ちに待っていたもう山形県産牛、はい、山形県産牛ですよ、山形ということで、もう山形を堪能しましょう。赤ワインソース、いただきます。うん、うん、うん、こんなにいっぱい入れたのに噛めるぞ。とろけてる。味はしっかりしてるんですけど、結構食べやすい、食べ進めやすいソースですね、うん、本当にもう山形です。これは出ました、ありがとうございます。なんといってもこのロケーションですよね。もう素晴らしいロケーション、もうしっかり山形を堪能することができます。皆さんもぜひ遊びに来てね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら and bye。 アンドサウナグッズ大好評発売中です。今回新しく発売となったこちらのアンドサウナ T シャツはとっても柔らかい素材でサウナの後にもおすすめです。詳しくは概要欄を見てね。